ニーハオ、リュウハワタナベです。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。羊年生まれのあなたは温和で優しい性格の持ち主であり、他人との調和を大切にする人です。クリエイティブな才能や美的センスに優れ、自然や芸術を愛する一方で、内向的で慎重な面もあります。2024年7月は、自分のペースを守りつつ、新しい挑戦に踏み出すのに良い時期です。周囲のサポートを受けながら、自信を持って前進しましょう。特に家族や親しい人との関係を大切にし、絆を深めることで、心の安定を持ちながら成長できるでしょう。続いて、2024年7月の駅船カードを1枚引いてみましょう。ここで、風化火人のカードが出ました。この家は家庭や人間関係における調和と安定を象徴しています。今月は、家族や親しい人との関係を大切にし、絆を深めることが吉となるでしょう。特に、家族との時間を大切にし、互いに支え合うことで、心の安定を持ち、良好な関係を築けます。家庭内の調和が全体の運気を上げる鍵となります。今月の総合運は、家庭や人間関係を中心に安定感が求められる時期です。風化火人の影響から、家族や近しい人々との時間を大切にすることが運気を高める鍵となります。家族と過ごす時間を増やし、互いの理解を深めることで、心の安定を図ることができます。特に、家族との絆を強化することで、あなた自身の内面的なバランスも整うでしょう。また、今月は自分の内面を見つめ直す時間をとり、自分自身の成長を促すことも大切です。瞑想や内省の時間を持つことで、自分の本当の望みや目標に気づくことができるでしょう。日常の中で小さな幸せを見つけ、感謝の気持ちを持つことが、さらなる運気アップにつながります。内省の時間を持つことで、心の中の声に耳を傾け、自分が本当に求めているものに気づくことができるでしょう。仕事や学業においては、現状をしっかりと見極め、基盤を固めることが重要です。新しい挑戦を始める前に、現状の問題点を解決し、安定した土台を築くことが求められます。焦らず、一歩一歩着実に進むことで、大きな成果を得ることができるでしょう。特に、今月は長期的な視野で物事を考えることが重要です。目先の利益にとらわれず、計画的に行動することで、確実に目標に近づくことができます。内面的な安定が、外部の状況にも良い影響を与えます。家族や親しい人々とのコミュニケーションを大切にし、互いに支え合うことで、困難な状況も乗り越えることができます。家庭内の調和が、外部の環境にも波及し、全体の運気を高めることができるでしょう。具体的な行動としては、家族との食事や団らんの時間を意識的に増やすことが挙げられます。また、共通の趣味や活動を通じて、絆を深めることも有効です。家族旅行や日帰りのレジャーなど、リフレッシュの機会を作ることも、心の安定に寄与します。さらに、今月は自己啓発や学びの時間を大切にしましょう。新しいスキルや知識を身につけることで、自分の可能性を広げることができます。特に、自分の興味や関心に基づいた学びは、今後の成長に大きく貢献するでしょう。一方で、対人関係でのトラブルには注意が必要です。意見の対立や誤解が生じた場合は、冷静に対処し、対話を通じて解決を図ることが大切です。感情的にならず、相手の立場を理解し、柔軟に対応することで、円滑な人間関係を維持することができます。全体として、今月は安定と調和がテーマとなります。家族や親しい人々との関係を大切にし、自分の内面を見つめ直すことで、心身のバランスを持ちながら、目標に向かって着実に進むことができるでしょう。家庭内の安定が、あなた自身の運気を高め、
外部の状況にも良い影響を与える月となります。